今回紹介するのは「立ち直る力」という本です人生には不意におきせぬことが起こります朝でも昼でも深夜であろうとうつむきそうになった時パラパラめくって偶然開いたページをまずは読んでみてくださいそこには人が立ち直るための方法がずらりと書かれてありますそうです 自分にさえ負けなければ人はくじけることがないのです何度でも読みたくなる初めてこの作者のエッセイを読んだのですが言葉が心にすっと入ってきました自分の心が欲している言葉たちなのだろう心が前向きになっていくのがわかりますトイレにおいて少しずつ読み返していますいつも手の届くところに置きたい本今まで作者のツイッター スターで心に響いたつぶやきをスクショで保存していたので、この本にまとめてもらえてよかったです。顔を上げて前を向き、幸せになる力を補充してくれる言葉の数々が詰まっています。飄々としたイラストも、辛い時、苦しい時に力が入ってこわばったからだと心をほぐしてくれそう（笑い。以上、興味のある方は。 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。